始まりました、ただの秋のりのハエバルバンバン34回目。そして2023年うさぎ年第1回目の配信となっております。2023年もただの秋のりをよろしくお願いします。はい、新年一発目の配信でございますけども、去年秋のりがずっと言ってきたのが、2023年は新しくなりますと、ハエバルバンバン新しくなりますと言ってきたんですが、いろんな都合上、いろんな準備やら人との関わりの都合上、まだ新しくなりません。はい、すいませんでした。新年早々すいませんでした。はい、とりあえず変わりませんということですね。いつまで経ってもずっと閉店セールを出してるお店みたいな、あっちずっと閉店セールやってるなとか、あっちずっと特売日でやってるな、毎日特売日だなみたいな、そういう現象が起こっておりますけども、まあちょっともうちょっと待ってくださいね。具体的に、でも具体的には発表します。具体的に、今年から何をやりたいかというと、レギュラーメンバーをもう一人増やしたいと思います。レギュラーメンバーとしてハエバルンチュの一人をもう毎週ですね、毎週、まあこれまとめ撮りするのかどうなのか分かんないですけども、毎週出てもらって、そしてハエバルの街づくりを、すごい長いスパンを見越して10年後20年後のハエバルはどうなっていくのか、こうしていった方がいいんじゃないかっていうのをひいて言ってますけど、10年後20年後のハエバルを作っていこうという、番組にしていきたいと思っております。このハエバルバンバンが2023年から変わります。で、まあ新年になりましたけども、秋のり何してたのかと、年末年始何してたんだっていうことなんですけど、とりあえずですね、大晦日まではもういろいろね、まだやり取りがあったので、動画編集をするやり取りとか、先方の方とやり取りがあったので、僕の仕事を納め、ただの秋のりの仕事を納めは、大晦日でしたね。で、大晦日まではただの秋のりをやって、とりあえず、年始は、一旦、しっかり休もうということで、ただの秋のりを休んで、ただの大城秋のり、三が日ですね、1月1日、2日、3日の三が日は、ただの大城秋のりで過ごしてみました。しっかり休まないといけないなと。で、その代償がこれですね。この1月4日からただの秋のりをまたスタートしたんですけども、芸人としてのね、ただの秋のりをスタートしたら、もう全然声出ないですね。久しぶりに声出した。三が日で変わるもんですね。すぐ喋れるもんかなと思ったら、三が日、やっぱ、家族と、基本的には家族とずっと過ごしてたので、娘も2歳、うーちゃんね、2歳のうーちゃんと一緒に遊ぶ時間とかね、家族の時間をちょっと過ごそうということをやってみて、で、それで、いざ、ただの秋のりスタート！ 2023 年スタートだって言ったら、全然声出ないですね。今ちょっとびっくりしてます。おー、全然喋れんやし、って。喋れないし、頭回らないし、おい、どういうこと？って。やっぱ日々のトレーニングというか、日々常に芸人ただの秋のりという意識を持つってことは大事なんだなと、新年早々今ちょっと感じてますね。はい、そんなただの秋のりですが、まあしっかりね、今からエンジン動かしてないと、ゴン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 としっかりあのアイドリングしていきながら2023年も頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。この番組はラジオ沖縄の謝罪でもあるローカルに徹せように合わせて、超ローカルなハエバル町について面白い情報や話題などを世界中に配信しようという番組となっております。ひゅー、ギリギリ言えなかったはい、よろしくお願いします。2023年ね、いろいろ変わるということで、まあ引き続き今年もまあメールも募集しております。メールアドレスね、ハエバルアットマーク rokinawa.co.jp haebaru アットマーク rokinawa.co.jp、 ハエバルのルーは R のルーで、お待ちしてます。そしてツイッターでもつぶやきお待ちしております。ハッシュタグつけてカタカナでバルバン、
と書いてつぶやいてください。そしてハッシュタグつけてカタカナでラジオ漢字で沖縄とねお願いしますね。ハエバルバンバン、ハエバルバンバン、ハエバルバンバン。これ大晦日かな、大晦日ぐらいにつぶやいてもらってるんですけど、まあ FEC、 僕が所属しているお笑い事務所 FEC の先輩ですね、坊主麺健さん、いつもありがとうございます。ハッシュタグバルバン、え、来年からリニューアル、まあもう今年のことですね、来年からリニューアル、ヨナバルバンバンに変わる、コチンダダンダンかなって来てますね。はい、健さんありがとうございます。いや、ハエバルバンバンではありますからね、ハエバルに特化した番組ですので、ヨナバルバンバンとかコチンダダンダンとか面白そうではあるけど、それはそれで聞きたいけどね。コチンダのあのトモリの石獅子の話とかね、ヨナバルの綱引きの話とかも聞きたいでありますけど、ハエバルバンバンなので、はい、2023年もよろしくお願いします。でこれはあの去年の配信の話ですけども、ハッシュタグバルバンで川崎のしおんさん同乗してるのを、あ、車ね、車に同乗してると、同乗してるのを忘れられた秋のりさん、事務所のホームページに掲載するのを忘れられた秋のりさん、頑張れ秋のりさん。はい、しおんさんありがとうございます。前回ね、営業先の方の車に乗せてもらって助手席に乗ってたのに、それを忘れられて、そのままあの営業先の方のね会社に帰ろうと されるっていうね。ああ、すいません、ただのさん乗せてましたねって、今もう会社に帰ろうと思ってましたって言われたやつね。はい、川崎のしおんさん今年もよろしくお願いします。で、あれですね、ラジオ沖縄のこのタイムテーブルが新しく出てるんですよ、2023年の1月から3月までのこの新しい番組表、いろいろ変わるんですけども、そのラジオ沖縄のタイムテーブルにラジオコンシェルジュっていうコーナーがありまして、これもまた FEC の先輩、ゴリラコーポレーションのゆうすけさんが毎回ラジオコンシェルジュということでいろんな番組を紹介してるんですけども、今回なんとこのハエバルバンバン取り上げていただいてありがとうございます。いろいろ書いてるので、皆さんこのタイムテーブル、これどこでもらえるのかな、ラジオ沖縄に行ったらもらえるのか、ちょっとまだ来ない、ちょっといろんな対策で来ないでなのかね、連絡したら送ってもらえるのか、はい、これそれちょっと確認しますね。でタイムテーブルのこの、ラジオコンシェルジュでハエバルバンバン取り上げてもらって、でそれでオリジナルポッドキャスト大好評配信中ということで、この5番組今ポッドキャストラジオ沖縄あるんですけど、それの紹介もありつつ、でこの中身もね、ラジオコンシェルジュちょっと手に取って見ていただきたいんですけども、まあ触りで言うと、このゆうすけさん的ハエバルバンバン聞いてくれたんですね、それもありがたいですけど、まあとにかく僕が目に留まったのがこれですね、あのなんて言うんですかね、あの面白いというより聞きやすいっていうフレーズが入ってますね。これ見てほしいですね、皆さんにね、この番組は面白いというより聞きやすい、みんなも一度聞いてみてっていうあるんですけど、その聞きやすいというのはやっぱいいことですからね、このラジオとしてはね、この耳で聞く媒体としては聞きやすいというのが一番いいですからね。今新年早々ちょっと喋れなくはなってますけどもこの唯一のね、ハイボールバンバ唯一の特権が今崩れそうになってますけど、いや、しっかり再構築していきますけど、これひどい話ですよね。面白いよりかは、面白いというよりかは聞きやすい。これ飲食店で言うとですよ、美味しいというより食べやすいって言われてるお店みたいな、あっちね、あのお店美味しい、美味しいというよりかはとっても食べやすい、食べやすいからちょっと行ってみて、え、ちょっと気にはなりますよね。え、どういうこと、美味しい美味しくないじゃなくて食べやすいんだ、食べやすいはちょっと行ってみたいなとか、ちょっとああ最近ちょっと体調崩してるから、ちょっとなんかあんまり重たいのとか食べれないし、あ、ここ行ったら食べやすいんだ、ちょっと行ってみようかなみたいな、療養ですね。皆さんの、もし皆さんがちょっとちょっと精神的にね、マイチングな出来事とか、あー、ちょっと辛いことあったなーっていう時に聞きやすい番組、それがハイバルバンバンなんだと、第三者から見るとそういう番組に聞こえてるんだなというのを感じましたので、しっかり聞きやすさは保ちつつというか向上しつつ、面白さをね、
面白さをさらに出していけたらなと思ってます。いや頑張れよっていう話なんですけどね、はい、頑張っていきたいと思います。ゆうすけさん、ラジオコンシェルジュ取り上げていただきありがとうございます。はい、ハイバルバンバンでは引き続きメールもお待ちしてますし、ツイッターでハッシュタグつけてカタカナでバルバンでつぶやきもお待ちしております。改めて年始家族とずっと過ごしたんですよ。2歳のね娘と一緒にいろんなとこ出かけたりとか。新年になってね娘が変わりまして、ちょっとやっぱ新しい年、うさぎ年なだから変わったのか分かんないんですけど、ずっとねあの僕お父さんって呼んでって言ってるように言ってるんです、娘に。でも娘は秋のりって言うんです。うん、お父さんって秋のりどこ行くの、秋のり、うん、お父さん秋のりって言ってたんですけど、新年からちょっと変わりました。娘の対応が変わりまして、今秋のりさんって呼ぶようになってますねまた距離出たね。ちょっと親子の距離というか、もう逆にすがすがしいよね、ここまで距離しっかり作られるとね。秋のりさんって呼ぶようになってますね。うん、まだなんかお父さんっていう概念がまだないみたいで、お母さんっていう概念はある、じいじばあばっていう概念もあるんですよ。そのお父さんの代わりに秋のりさんっていう今なんか概念があるらしくて、あま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 だ2歳ですからね、あ3歳までにはしっかりお父さんって呼んでもらえるように、今年はちょっとそれも目標にしていきたいなと思ってますあとはどこ行ったか、まずはあのお参りですね。お参り行きましたね、初詣。あれいつ行ったか、1月2日だったかなぐらいに行ったんですけど、いつも毎年成田さん、あっち北中ですか、中城、北中、これね間違えるとまたどちらにも怒られますからね。北中城の人は、うん、中城じゃないよって、中城の人は、うん、北中じゃないしって、ちょっと難しいんですけど、なのでふわーっとさせときましょうね。それはちょっとふわあなんかむにゅ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 すくすくのある成田さんにいつも行くんですけど、めちゃくちゃ混んでましたね。下から行ったんですよ、下ハートライフ側から329側から行って、下からぐーっと登って行ったんですけど、もう坂登り始めぐらいからもう渋滞してて、車がブワーッとな並んでて、この成田さんの神社に行くまでに1時間ぐらい待ちましたね。ゆっくりゆっくり登ってって、で1時間して、で滞在時間は15分、並んでる時間の方が長い。でその滞在時間の15分も10分は並んでるんですよ。で実際なんか楽しんだというか、そこの時間を過ごしたのは実質5分ぐらいでしたけどね。あれね、成田さん裏技見つけましたね。並んでる間に車でだいたい1時間ぐらい並んでたんですけど、あれさ、上から来た人すぐ入れるんですね。上からも来れるんですよ、成田さんって。上から道路降りてきたら、で上からなぜかわかんないんですけど、上からだとすぐ入れてくれるんですよね。あれね、ちょっとまあ、裏技なのか、まあ、もうしょうがないのかわかんないですけど、上から来たらもうすぐスイスイ、はい、どうぞどうぞ。誘導員の方がいて、多分三が日いるんでしょうね、こう誘導する方がね。下から来ると大渋滞でもう100台以上並んでるんですけど、上から来たらもう5、6台た、なんか詰まってきたら、はいどうぞ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 みたいな。あれ知ってるのと知ってないのとでは多分待ち時間全く違うと思う。多分待ち時間53分ぐらいは多分もう縮小されてますね。上から来た人は多分5分も待ってないんじゃないかな。うん、なので来年もしまた成田さん行くことがあったら、今度は上から攻めてみようかなと思ってます。上から行くとちょっとスムーズに行くので、はい、ちょっとハエバルバンバンを聞いた人で成田さんに毎年行ってるって方、そして下から来て並んでるよっていう方は、ちょっと次上から行くのありかもしれないですね。うん、それは感じました。うん、でちょっとこんなに並んでるのに、下から並んでるのに上の人はこんなスムーズに入れるんだっていうなんかモヤモヤ感とかありましたけど、でも新年だからそんなね、そんなせこいことは新年からそんな考えたくもないしね、誘導員の方にもちょっと言おうかなと思ったけど、いや新年からなんか上の人すぐ入れすぎじゃないですかみたいなことを言おうかなって一瞬思いましたけど、新年からそんなこと言えないですからね、そういうのも抑えつつで、成田さん入ったでめっちゃ並んでるんですよ、お参りまでに。うわーすごい並んでるなー、これすごい時間かかるな、またここでも並ぶんかなと思ったら、あら列違う列でしたね。
お参りの列は全然並んでなかったんですよ。あのおみくじ、おみくじの列がお参りの列となんか合流してて、なんかこの下に屋台があって上の方で参拝する場所があるんですけど、でそこもねずっと参拝で並んでるかなと思ったらおみくじで並んでてじゃあ途中からも気づいて、あここ抜けていいんだって言ってね、ねえ、最初から分かってたらすぐここも並ばないですぐお参り行けたのになーとか思ったけど、知んないからそんなことは、知んないからそんなせこいことはそんな言えないしっていうの、娘もいるしとか言うのでね、うん、いろいろ抑える、うん、新年から抑える一年でしたね。一年の始まりでしたね。しっかりなので思いました。2023年うさぎ年はしっかり抑えていこうと思ってることを言うのを大事だなって去年気づいたんです。去年は自分が思ったことはしっかり言っていくのって本当に大事なんだと思ったんですけど、今年はなんかちっちゃいなって、そんなの全部言ってたらちっちゃいなっていう思いもあったので、はい、あのなるべくかちょっと考えてから、考えてから物事喋るようにしましょうね、うん、で言いながら全部もう今言ってますけどちょっと調整します、それに関しては。はいはい、ぜひよろしくお願いします。はい、いやー並んだなー、並ぶ三が日でしたね。どこ行っても並んでました。洗車もしたんですよ、洗車。この年終わり2022年でできなかったんで、もうすぐ1月2日、これも2日かな、行ったらもう洗車も並んでて、いやでもこんな、そんなもうね、そんな新年早々なんか渋滞ぐらいで、洗車の渋滞ぐらいでこんな何も思いたくないっていうのその時点でもうちょっと負けてはいる感じしますけどね、その渋滞にね、うん、でもしっかり吹き上げたんで大丈夫です。これすごいのかね、あのカネグスクのエネオス、あのおしどりとかあるところです。おしどり亭がある隣の、あのパン屋さんとか、あっちアデモックか、アデモックっていうパン屋さん、全国で初めてだったかな、ハエバロになぜかできてるっていう第1号店が、あのアデモック、コメダか、コメダの逆バージョンでアデモックかな、のパン屋さんの隣にあるエネオスでやってて、そしたら前の車、前洗車してたなんか家族がいたんです。前の車洗車してた家族がいて、でそこも終わってその家族もいなくなって、で僕らが洗車して、まあ、家族でね、娘も車の中で洗車ワーンってやるから、2歳まだ怖いんですね、怖い怖い怖いって言って、うん怖くない、今ゴシゴシしてるんだよみたいな感じを話して、で前の家族いなくなって、で僕らも終わって、じゃあご飯食べに行くかって言って、でなかなかね三が日って空いてるお店ないから、でやっぱどこ空いてるかなと思ったらチェーン店ですね、チェーン店は空いてるからってことで、今どこが 近場どこがあるかな、もうお腹空きすぎて早く食べたいって言って、もう見つけたのが塚山のガストです。塚山シティの隣にあるガスト、もうこっちがいいなって、まずはご飯食べることからやろうって言って、あの塚山のガスト行ったら、あのさっきカネグスクのエネオスで洗車してた家族がいたっていうね、もうずっと見てたんで、僕後ろから見てる側だったんで、あー上等車だなーみたいな、あ 赤色の車もいいなーと思ってたら、そのカネグスクから塚山に移動したのに、そこにまたその家族がいるって、こんなことあるんですね。ね、びっくりしましたね。なんかやっぱみんな行くとこないんだなって、三が日はみんな考えること一緒なんだなと思いましたね。そういう出来事もありながら、はい、もう、あそう、あと子供の国のクリスマスファンタジーも行きました。あのチケットもらいまして、チケットもらったんで、よっしゃ行こうっつってクリスマスファンタジー見に行って、あれもいいですね、イルミネーションもたくさんあって、はあ、なんかそう、今また新年始まってハイバルバンバン収録してるんですけど、場所がねまたあれです、僕のプライベートスタジオマイカーで今年もスタートしてます。マイカーの収録してるんですけど、今も1月4日のね、今夜中の2時に撮ってますね。やっぱあの三が日はただの秋のりをしっかりお休みさせようと、休養しようということで、1月4日の日付変わってから今夜中にね、あのアパートの下の駐車場で撮ってるんですけど、
今撮ってて、でもまあまあもう20分経ってるんで、そうそう終わろうかなと思って、で話も一回ちょっと一回盛り上げをトーンって作って、そのままピッと止め終わろうかなと思ったんですけど、駐車場ね、もう夜中だから誰もいないんですよ誰もいなくて、で車が皆さんとこのアパートの住んでる方のね車がいっぱい止まってて、もうみんなもう多分寝てると思います。1月4日から皆さんお仕事だと思いますんで、みんな寝てると思うんですけど、なんかね今ね、どっからね、どっからともなくね、多分入ってないと思うんですけど、どこからともなくすごいなんか人がいるような音がして、でもねどこ今周り見渡してもね、誰もいないんですよ。でもなんか誰かがいたような音がして、今めっちゃ怖いっす。皆さん想像してください、夜中のこの誰もいない駐車場、この下のね下駄履きになってる駐車場で何か音がして、ででも人がいないってめっちゃ怖いっすね。もう終わっていいっすか。ちょっとなんか締めとかやりたかったんですけど、ちょっとめっちゃ怖いっす。で今プラス今喋っててまた怖いことが起きたんですけど、この駐車場のね隣に砂利道があるんですよ。この砂利道に、これもどこかの契約駐車場になってるんですけど、そこのライトがですね、この人の温度を感知してなのか、何かが動いたら光るようになってて、今そこが光ったんですね。今そこが光ったんですけど、誰もいないですね。超怖い。もう、帰っていい？もう。超怖い。もう新年早々超怖いんですけど。ね、で、だから、ちょっと、それが起きてたんで、もう本当に成田さんの話とか、子供の国のクリスマスファンタジーの話とかも全然盛り上げる気にもうゼロになりましたね。もう今もう早く帰りたいです。バン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 、ハエバルバン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 、ハエバル。ハエバルバンバンなんですけども、まあ、新年2回目、3回目、いつ頃からかな、もしかしたら3回目4回目ぐらいからしっかりリニューアルして、新たなレギュラーメンバーを呼んで、ハエバルについてまた街づくりについてやっていきたいと思いますので、皆様2023年もハエバルバンバンよろしくお願いします。僕は怖いのでも早く締めます。はい、もうエンディングもそのまま終わります。で34回目お聞きいただいた皆様ありがとうございます。続いて次回35回目もぜひ聞いてください。しっかり周りを見渡しながら、お家に帰りたいと思います。はい、皆様ありがとうございました。また聞いてくださいね。じゃあそれではバイバーイ。いやめっちゃ怖いって、降りるのも怖いって。これ一緒に向かう道、西日は眩しい、慣れる日